はい、ジェイコムです。今日はですね、ちょっとジムからね、帰ってきたそのままの服装で、あれなんですけど、家帰ってきたらですね、荷物が届いてまして、ちょっとね、それを使って今日はコーヒータイムをしようかなと思います。でね、今日届いたコーヒーグッズはですね、じゃーんと、これ、はい、買っちゃいました。これ、エアロプレスっていうね、ものですね。先日ね、Amazon のセールがやっていて、で、その時にね、何か買おうかなと思った時に、そういえばね、エアロプレス前から欲しかったんだけど、買ってなかったなっていうところがあって、で、今回のセールでね、買ってみました。はい。まあね、世界大会とか開かれるようなね、そういうようなコーヒーグッズなんですけど、まあいろいろとね、レシピとかも公開されていて、世界的なね、バリスタの方とかもいろんなこぞってね、レシピ公開とかやってるんですけど、まあ、そういうやつですね。まあエスプレッソではないけど、その圧力でね、コーヒーを抽出するっていうタイプのコーヒーグッズですね、コーヒーのドリップ器具です。はい、ということでね、ちょっとこれを使って今日はコーヒー入れていこうと思います。ということで行ってみましょう。あ、なんで乾いてんだよね。なんない。はい、ということで中身をね、確認していこうと思います。で、まずはね、これ本体ですね。もうすでに出してあるんですけど、これね、クイックスタートガイド、これちょっと後で剥がしておきますけど、クイックスタートガイドっていうのを QR コードでね、見られるようになってます。でね、これとこれがブランジャーっていうね、ここにお湯を入れてね、ギューッと上から押すことによってコーヒーが抽出されると、そういうものですね。はい。で、これとあとはこれのフィルターをセットするね、カップですね。ここのところにこういうような形でセットして、で、ここでね、コーヒーがこされて出てくるという感じです。あとコーヒーのスプーンね、これメジャースプーン、これが山盛り1杯でコーヒー1杯分と、このね、説明書に書いてありました。で、これちゃんとね、日本語の説明も日本語に載っているんでね、安心ですと。はい、あとはこれはね、かき混ぜる時のヘラですね。こうやって中にコーヒー入れてお湯を入れたらね、こうやって攪拌をしてやって中を混ぜてやるという感じですね。はい、ということでね、早速コーヒーを引いて、コーヒー豆を引いてね、入れていきたいなと思います。で、今日のコーヒー豆は田島屋さんのオリジナルブレンドでいこうかなと思います。で、まあ、こんな感じでね、いっぱい、まあ2杯分ぐらい抽出しますかね。2杯分。はい、じゃあこれをね、引いていきます。で、引くときにスプレーでね、こんな感じで霧吹きでやってた。こうやってやるとミルでね、引いた時に飛び散らなくなるんで、まあもともとね、うちのやつはネクスト G っていうやつ使ってるんで飛び散りづらいんですけど、さらにね、飛び散りづらくなるんで、はい、こんな感じで引いてきます。はい、お湯がね、沸いたので実際に抽出していこうと思います。で、一応ね、ここの説明書に書いてあるやつをですね、そのまんま今回はやっていこうかなと思うんですけど、まずね、このね、フィルターをこのフィルターカップに入れますと、これまあ付属のやつですね。で、ここにこんな感じでセットしますと。はい、セットしました。で、そしたら、ここの中に引いたね、豆を入れます。まあ、2杯分ですね、今回は。は
はい、2杯分入れました。こんな感じですね、うん、で、そしたら軽く振ってコーヒーを粉を均一にします。で、チャンバーの丸1のところって書いてあるんですけど、まあこれは1杯分ってことですね。なんで2杯分、なんで丸2のところまでお湯を注いで、で、その後10秒間ね、これで攪拌しますと。で、その後このブランジャーをね挿入してここに入れて、で、ギューッと押してやるという感じらしいですね。はい、ということでやっていきたいと思います。で、お湯の温度はね、80度って書いてあったので80度にしてあります。はい、じゃあお湯を入れていきますよ。はい、丸2のところまでね、で、かき混ぜて4、5、6、7、8、9、10、はい、かき混ぜたら、そしたらブランジャーを入れてギュッと押していきます。そんなにね、圧力がかかんないですね。うん、思ったよりはそのなんていうの、力も必要なくギューって押せる感じでした。はい、これでもう完成という感じですね。はい、まあ1杯というか2杯分の量でね、これしか取れてないんで、だいぶ濃いような感じがしますけど、じゃあ実際にね飲んでみたいと思います。はい、ということでエアロプレスで入れたね、まあ、ファーストショットってやつですか、うん、僕のね初めてエアロプレスで入れてみたやつですけど、いただきたいと思います。うん、あ、香りいいな。うん、いただきます。あ、濃いね。うん、ただ濃いけどすごい強く抽出はされてんだけど、まあ、もちろんね、豆の量が、この量に対してコーヒー2杯分のやつなんでね、だいぶ濃いような濃いんですけど、ただなんかきつすぎるって、エスプレッソのきつすぎる感じはなくて、なんか濃いんだけど結構すっきりしているみたいなね、そういう感じですね。うん、美味しい。うん、これがね濃すぎるっていう場合は、これにね加水とかして、そのアメリカーノとかいう感じですかね、お湯を足してね自分の濃さに調節するっていう飲み方もあるんで、まあそういう感じでやるのもいいと思うんですけど、なかなかいいですね。うん、でね、組み立てもさっきやりましたけど、だいぶね簡素っていうかね、その作りが簡単なので、まあ片付けとかもね簡単ですし、片付けね水で流すぐらいでいいらしいんですよ。終わったらそのフィルターっていうかね、その豆とかをそのまま捨ててしまって、であとは水でね流水で流して乾かすだけという感じらしいんで、片付けもかなり簡単ですよね。うん、なんでコーヒーグッズね、まあ、むしろ、まあ、今までね僕ドリッパー普通の V60 とか進めてましたけど、このコーヒープレスもありなんじゃないかなって今ちょっと思いましたね。うん、実際にそのこのサイズでね4杯分取れるっていうことですし、うん、4杯分取れるってね結構なでっかいサイズのドリッパーになりますし、何細いしね、細いから結構かさばらない、うん、っていうところもいいんじゃないかなと思います。まあ、フィルターもちっちゃいしね。うん、値段がね、まあ、9000円ぐらいだったかな、 Amazon で8000いくらとかで、まあ、9000円未満で買えるんで、
ちょっと気になる方はですね、ぜひ購入をね検討してみてもいいんじゃないかなと思います。下のね概要欄の方にあのリンク貼っときますね。なんかあと水出しコーヒーとかもできたりとか、あと今回はねもうごく深入りのねものを使いましたけど、逆にね浅入りとかも入れたりとかねすると面白いんじゃないかなと思うんで、今度また試してみたいと思います。はい、という感じでエアロプレス初めて入れてみましたけどね、簡単にできてかなりね美味しく入れられるんで、ぜひ皆さんもね買って試してみてくださいという感じで、はい。あ、そうだ、もしねエアロプレス、俺エアロプレス詳しいマンだよっていう人はですね、コメント欄とかにこういう入れ方をするとおすすめですよとか、あとこの人のレシピがね美味しかったですみたいなのをね教えていただけると助かります。という感じで